すごいおしゃれ。新宿綺麗になったよね。タクシーよりね。あーすごい。自動で走ってる。自動で回ってる。だいぶしい。どんどん進化していくな。新宿のスマートシティを展開していこうと、街を変えていく場になると、いろんな方々に来ていただいていろんな交流が生まれると、実はそこで新しいライフスタイルだとかビジネスが生まれるのではないかと。今回あの5社の、連携で、まあ、これは日本、まあ、初と言ってもいいと思うんですけども、まず自動運転タクシーを、まあ、実際にタクシー車両で、行うと。元ヤフー株式会社社長、現東京都副知事の宮坂学様です。東京都はですね、西新宿を東京版ソサエティ 5.0 であるスマート東京と、その中でも非常に有望視されているのはこのモビリティ関係だと思ってるんですよね。お願いします。本当にスムーズになってて、僕の友達よりも安心感あるなみたいな感じで、モビリティが変わるっていうのは街が変わるこう出発点だと思うんですよね。自動運転ってその次のこう東京を変える一つの条件になるような気持ちがしてるんですよね。まあ、そういった意味で日本全体にこう羽ばたいていくような、そういう出発点になるようなこう、まあ、場所をですね作っていく方も行政にとっては大事な役割かな。先ほどの時が人間の感覚なんかよりも早いです。